さあ今回は防府市にやってきました。場所はですね、精鋭高校の近く、三田尻一丁目界隈なんですよね。この筋、この通りはかつてはかなり賑やかだったということです。今回訪ねるのはこちら。なんとなくこの構えがですね、一般住宅のような感じなんですけれども、上り旗はね、いろいろほら立ってるでしょ。ラーメンとかね、そうお好み焼き、ジョハッカイさんなんです。のれんをくぐって、あ、ここで土足を脱いで、はい、スリッパに履き替えるんですね。こんにちは。こんにちは。お邪魔します。お好み焼き、鉄板焼きのチョハッカイは防府市中心部の住宅街にあります。お邪魔します。こんにちは。はい、いらっしゃいませ。うわぁ、何年だか親戚の家に遊びに来たような、そんな雰囲気ですよね。 ありがとうございます。それとあと、お好みのソースがこの鉄板で焼ける時の香ばしい匂いがですね、もうこの部屋に染みついて食欲をそそりますね。ありがとうございます。じゃあ今日はですね、もうこの広い広い鉄板の目の前に腰をかけましょう。はい、よっこいしょ。店を切り盛りするのは山本達也さん。49歳の時に脱サラし、広島で1年間修行して開店にこぎつけました。早速広島風お好み焼きの定番、肉玉そば入りを焼いてもらいました。薄く伸ばした生地には小麦粉以外にすりおろした山芋など、美味しさの秘密が隠されています。キャベツは市内の農家と直接取引して仕入れています。冬場には甘みの増す白菜を混ぜることもあるそうです。とことん素材のうまさを追求し、手を抜くことはありません。揚げ玉、もやし、秘密の粉に豚バラ肉と次々に盛られ、ようやくひっくり返します。目の前の鉄板で焼き上がっていく様子は、山本さんがヘラを振るうお好み劇場そのものです。はい、お待ちどうさまです。あ、できました、できました。わあ、はい、どうぞ。ほっかほかですね。はい、なんといってもね、この香りがね、もう本当に食欲をそそる、ソースの焦げる香り、青のりのね、磯の香り。さあ、広島風はね、こうやってヘラを上手にこなせないと、ああ、もうここでならない、私は失敗するんだ、もうこんな感じになっちゃいますけどね。こうなったらね、もうちょっと箸を武器にいただきます。うん、うまい。家庭ではもう絶対に出せない味。キャベツの甘み、豚肉のうまみ、ソースと青のりの相性の良さ、そこに絡んでくる焼きそば、卵、どこをとっても火の打ちどころのない美味しさです。やっぱたまにはこうやって外でプロが作るお好み焼きをいただく、月1ぐらいはね、そういう時間が欲しいですね。もう幸せです。美味しい。グッ。藻塩もつラーメンも名物の一つです。貴重な藻塩や上もつ、甘さたっぷりのキャベツが堪能できる珍しいラーメンです。このスープがね、とってもね、澄み切った色なんですよ。あっさり系で塩ラーメンで、モツの油とモツの香りがね、スープに溶け込んで、あとね、ほんのりと甘いのはキャベツの甘みかも分かりませんね。さあ、麺は細いストレート系の麺です。
麺の一本一本にねスープのねほんのりとした塩味がねよく絡んでます。へえ。麺をね口にした時にねやっぱりこのね上ホルモンのね香りとね油がね、うん、わーってこの辺にねこう広がるんですよね、うん、厳選された素材のうまさには山本さんの執念が感じられます。ちょっともう麺も手を絶対抜かないっていうことですね。あ、抜かないですね、はいはい、うん、やっぱり美味しいもの食べて笑顔で帰ってもらいたいっていうのがあるんで。なるほど、はい、やっぱ食べに行ってあ美味しくなかったって言ったらやっぱり嫌じゃないですか。だからそういう意味で僕も食べるのが好きなんで。お客さんの要望に応え4月からメニューを増やします。諸物価の高騰で値段も改定します。それだけに一層手の抜けない素材選びや味付けが求められます。